こんにちは、シュウです。今回はポケモンの2ゲームやっていこうかなと思います。で、これ強さが選べるんだけど、まあ強いでいいかな。で、メダルを取った人が勝ちなんだよね。で、何枚にしよう。9枚が最高で、まあ、7枚にしようか。7枚取った人がこのゲーム優勝だね。さあ、私1人対コンピューター3人との対決だね。これね、これもリメイク出てほしいな。ダイパリメイク出るじゃないですか。よくダイパキッズみたいな感じで言われてたけど、これも出たらなんか言われんのかな。金銀キッズみたいな、なんかキンキキッズみたいだね。さあやってこう。見て右上、名前、私バリアードだね。で、 2P がバリバリくんで、 3P がバリアンで、 4P がジョーカーすごい中二病こじらせちゃったパターンだね。一人だけジョーカー。これあれだよね、トレーナーが多分任しといわ。私に、私青だね。絶対出資する。私昔壁山って言われてたからね。あらゆるものを跳ね返すで有名。さあ、いやー、これ決めたいんだ。私ジョーカーにだけは負けられない。あんななんか生かした名前。あ、私1点取ってる。見て、1って出てる。ジョーカー 4P だよね、4P。これ同点になったらどうなんだっけ。落ち着いた、私。キンキキッズになりたいよ、私も。うわうわ、すげえ。入射角と反射角。これ物理上手い人がいけるゲームだからね。オッケー。いやー、やばい。すげえ球来てる。これ入れられるとマイナス1点されちゃうんだよね。さあ、落ち着き3点。もうこのリード守ろう。私これ苦手なんだよね。だ、苦手な種目でも1を取る私のこの。やばいな。あ、オッケー。残り10秒。長いな、1試合が。オッケー。これもう、来ました。これ見てみんな。これやめようとするじゃないですか、続ける。やめるとピカチュウどうなると思います？かわいい。やめないでって。わかったよ、ピカチュウ。続けるね。ピカチュウ、そういう愛くる。まあやはり私にとってこれはもう余裕といっても7枚だもんね。お、すげえ、もう半分近くゲットしてんじゃん。これ面白いよね。これ発売いつだっけな、1995年とかだった気がするな。オープニングが書いてた。で、これ5と6出されると私のアイテム、これ私の奪っていくんだよね。だからこれ私が勝ってプラマイゼロみたいな、何もないね。うわ、懐かしいな、いとまる。今こういうの出てほしいよね。アプリとかで出てほしいな。出てほしいよね。おい、やばすぎ。これ白切ると激アツポイントなんだよね。やばすぎ。めっちゃ集中するわ。あの白しか見えない。よっしゃ、敵エブ。この時白切ったよね。さあ、コンピューター強いだけど弱いな。私は強すぎんのかな。これ圧勝して終わろう。わー、高い位置ね。フェイントチャーシュー。まあまあ悪くない悪くない、堅実なプレーね。ここで20点を狙いに行くハイリスクはいらないんだよね。さあ、これ何回だっけ。5回やって終わりかな。4本目だから残り2回だね。ういー、うわー、まあ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 、この時負けないんじゃないかな。いや、勝ったね。コロコロトゲピーね。これ、いや、今の時代出てほしいな。これはもう走るだけだね。さあ、私一番左、一番可愛いピカチュウだね。オッケー。あー、逆だ。これ転がってる時だと私この上飛べるんだよね。転がってないと、あ、トゲ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 、あ、トゲトゲ、あ、いけつまずく。それもまた人生。やっべ、あいつ速くない？真ん中の人やばいって。わずきのコイン取られる。いけ、トゲ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 。うーわ、あ、なんだ、私から持ってかれんのかなと思ったら、あ、なんか3対1みたい。コンピューターとなんか私手組まれてるみたい。6以外、まあまあまあ1個にしか選べないけど、まあそれもいいでしょう。これ私ガチ得意。私あんま得意なゲームってそんなないんだけど、これガチ得意。ちょ、みんな見てて。私左サイドだからね。まず煽りプレイから。さあ行こう。これ卵を取るの。卵の代わりにたまにビリビリ玉が丸まいんか、リアルが落ちてくるんだけど、まあそういう時はかわせば OK。 あ、もうミスってるもんで。うわ、これオンライン対戦して、はいはい、あと前、このまだまだ全然イージーよ、ここまでは。はい、これちょっと取るふりで、ここでつま、あ、で、もう受け狙いにいってるもんね、真ん中とか。もうゼロって、ちゃんとやる気。これ100個が落ちくんだよね。100個全部取る私。さあ、綺麗にかわすと。落ち、このライバル誰だろう。今んとこパーフェクトプランだね。
はいはいはい、やべ、そう、ここら辺から難しくなってくるんだけど、私は全部確実に取っていくと、これがお金だと思ってね、取りこぼしのないようにね、全部私はこれを取って募金するからね。オッケー、はい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 、全部取ると。なるほどね、これ苦手なんだよね。私ゴルバットだね、ゴルゴルゴルチャマな、スネチャマみたいな、ガブリンいけっかな。まず後ろで、これ最終的に取った人が勝ちだからね。だからもう序盤はもう雷食らっちゃってオッケーよ。もうなんなら HP0 にしたいもんね。もうかみたいな発動したいのかな。さあ後ろから虎視眈々と私は狙っていくよ。さあおつき何気位置、やべえバレてる、この後ろにいるスタイル、ほらおつき影薄くてバレてない、この左下待機シューゲームズ攻めるか。いや黄色がやべえな、黄色に攻めるしかない、行こう、黄色が持ちすぎてる。あと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 、あぶね。さあこれやっべ、あの緑やっべ、あの緑、あっちきた、オッケー、いいかな、やばい、あっちきた、うわルージュラードをもらえる。今まで有限だったのがここで愛をすることに無限にもらえると、死ぬ間際にもあのハートがもらえると。さあ私リーチです。デリバードって進化したっけ、これ同じアイテム取ると、あこれなんかアップデート入ってる、なんか昔なかったのがあるんだけど、いやどうしよう、これダイヤが高いんだよね、ダイヤ待つか、うるるるるるる、やべ、ダイヤ待とう、賭けに出る、私来た、おっしょ、まだダイヤ来るはず、ダイヤ来るはず、来た、あーお前この黄色許せねえ、この黄色、この黄色許せねえ、あダイヤ、あダイヤ、あの緑許せねえ、私の魂のまだある、ダイヤに全掛け、それしかない、早く行け、お前ら早く行け、早く行け、早く行け、よし、いやピアノも高いんだよね、だもうここまで行ったらダイヤしか、あダイヤ頼む、もう一ダイヤ、いや来ねえか、さすがに負けた、いやでも何位か、あともう一ダイヤぐらいで逆転、いや待ってこれ私横取りされるんだけど、こんなに頑張って集めたのに、まあしょうがないか。さあカポエラーだね、これ難しいんだよね、私左上だね、勝てるかな、漁夫の2を狙いたい、私青だね、いいね、今漁夫はいいね、これベイブレードの原型って言われてるからね、嘘、さあここで足取りに行く、狙いはね黄色だね、あー黄色すげえ、黄色見て信号機みたいになってる、黄色の獲得ポイント、黄色倒します、オッケー、あと私1人頼む、あと1人勝ちたい、そこそこはっ私宇宙の彼方に飛んでったんだけど、あーやられた。さあドンファンレース、これは私インコースだけど有利なのかな、やべ、おっせ、あいつら、あスタートし早い、やっぱインコースに体を入れた方がいいね、やばい、これいいね、お尻から煙出せんで、ブリッ、お尻から煙出せんだよね。さあどうしようかな、シューゲームズ3連撃ブリブリブリ、なにやだ、あのシューゲームズ3連撃がここに来て効いてくる、でかすぎる、シューゲームズ3連撃ブリブリブリ、やばい、頼む、赤オッケー、いやーこれ勝てないかな、ここでシューゲームズ2連撃入れとくわ、いやーこの黄色邪魔くせえ、黄色がピリだよね、ここに2個入れとく、あの2個がいい感じに生きてほしい、インコース来たんじゃないこれ、私おつき今な1位だよね、シューゲームズ3連撃うますぎる、いやー最後デッドスパート、なにやばすぎ、黄色強いな、 B でフェイント A でダッシュ、まあ、フルーツを取れば OK と、ういえういえ、たまーに肉脱ぎ玉入ってんだよね、一回休み、
うわこの二人いいな。うわ取り放題だ。もう集中。ういうい。ありえない。そんな入れてくるクヌギ玉。これ5回まで。おー、熱っ熱っ熱っ。これ最後もらった。誰、まあこれあれだね、数えるだけだね。何を数えるか。マグマグ、みんな数えといて。うん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 。まあこれは9だね。これミスる人いないよ。すげえ、赤の、なんだか謎加速あったな。まあまあまあ、最後が難しいんだよね。さあ次。ピカチュウは簡単だよ。まずピカチュウここで1体いるもんね。だからここで1入れとこう。7じゃない？え、8？ やってしまった！やってしまった！マジ？トゲピー。1、2。やべ、トゲピー！生まれてない時出てきてる。あの孵化する前。5じゃない？さあ次ラスト全部かな。まだか。次かな、マグカルボ。これは簡単じゃない？すごい老人のように遅いけど、これミスる人いる？これはこれだね。11ぐらいだね。11回ぐらい押した。あ、12か。じゃあ12。あ、まあ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 。さあ最後よ、問題。最後めっちゃ出てくるからね。全部。1、2、3、4。24かな。24、25です。25 100%。 おお、25。やった、待ち。なんか勝負に勝って試合に負けた気分。お、3枚来た。これ勝ったらしい、勝ちだ。あとやってないやつがなる傾向にあるから、これマジ得意。私これガチ得意。マスターボール5点だね。右上、おおたち、おたおた、おうちゃん、ぴょこたん、しょこたんみてえだな。さあわちきのゴールに入れれば勝ちよ。わちき手前だね。おたち、おたち、おたち、おたち。まあまあ、あれ、あ、動くか。まあ、モンスターボールは正直。まあ、上げてもいいと。まあ、全然上げる。私、マスターボールが欲しいから。ああ、まあまあ、全然上げる、全然上げる。これがボランティアの種。まあ、上げるといつもちょっと欲しいけど。まあ、上げる、上げる、上げる、全然上げる、全然上げる。さあ、こっち、ハイパーボール、ハイパーボール、ハゲケブサンシャイン。モンスターボール上げる、みんなに。なんなら上げたいもんね。さあ、オッケー、ゲケブ。いけ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 。いや、だからマスターボールで戦局は大きく変わるからね。うわぁ、行ってくれ。やべ、手のちぎれそう、頭。来た来た。みんなも明日もゲットで、オッケー、いけ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 。嘘だろ、よっしょ、これ勝ったわ、私優勝。勝ちました。さすがにこのマスターボールの屈強を崩せる人はいない。さあハイパーボールもブラックジャック、かわいいね、おたち。まあこれ勝ったらどうなるかっていうと、まあ、特になんかもらえるわけでもなかった気がするな。トロフィーとかもらえるのかな。やったー。どうしよう、最後クイズやって終わろうか。このゲームね、ミニゲームとクイズの2択あるんだよね。あ、すごい、なんかおたちが最後そこかかるんだね。また遊んでね。はーい。これポケモン大好きクラブの人かな。一人でクイズ難しくか。私のポケモンに対する知識を皆さんに披露しようかなと思います。すげえメタモンになってる。まあ、言ってもいけるでしょう。もう一回、ブースター。ピから始まるポケモンといえばピカチュウですが、ポから始まるポケモン、結構簡単なんだけど。第3問、資料室の卵グループが人型グループ。え、ゴーリキーじゃない？あやめちゃんだよね。これは簡単だよね。人っぽいもん。虫取り大会で3位になるともらえる道具？マスターボールはもらえない。太
陽の石は1っぽいから、黄金の実か変わらずの石。え、答え教えてくれないの。このポケモンは2回進化する。これは簡単だよ。さあ第6問目、チコリータの葉っぱの数1枚ですか、ケンタロスの尻尾の数。え、わからなかった。相手がロックオンを使った後攻撃に当たらずに済むにはどれを使えばいい。守るじゃない。そうだよね、私ロックオンからの地割れとかやってたような、やってなかったような。自然の身震い一つで俺たちは負けちまうんだって一体誰のセリフ。知らねえよ。シジマっぽいね、なんか臭いから。え、誰。やべ、時間15秒しかない。パラソルの重さは何キログラム。知らねえよ。6だろ。いや、わかん、やべ、時間ない時間ない、残り1秒、ブザービート決める。5問かー。